内海竹の新身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹内科クリニック、川田と心の診療所、院長内海竹野と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分で10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブをやっていて、公開なまし6夜皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、今日は医師国家試験にチャレンジですね、えー、に行きたいと思いますけれども、今回取り上げるのも、 また116回ですね、今年行われた医師国家試験の F 問題かなはい。から取り上げさせていただこうと思います。F 問題の問い18っていう問題ですね、を皆さんと一緒にちょっと考えていきたいと思います。今日はね、若干難しいかもしれませんので、えっと、はい。心して、えっと、臨んでいただけたらと思います。はい。問題はですね、演劇能が低下している高齢者の誤演を予防するために、 有用な食事の形態はどれかっていうですね、若干難しめの問題文からして若干難しいですけれども、はい、いう問題です。演劇論って分かりません、飲み込みの力ですね、飲み込みがあの力が低下していって、誤、え、嚥、ー、ですねその、普通だったら食べ物を食べたらあ食道から胃に入っていって腸に入るっていうのが普通なんですけれども、それが誤って空気の通り道ですね、気管、気管し。 に入っっててしまうっていう、い、まあ、それで誤えん性肺炎になるんですけれども、でまあ、これ、高齢者には結構一発なんですけれども、それを予防するための食事ですね、はい、これを考えようっていう、はい、ものになります。はい、で、えー、選択肢が5つありまして、A、凝集性、かっこ食ですね、食事の塊のまとまりが高い、B、均質性、かっこ滑らかさが低い、C、 付着性ですね。あの、くっつく付着の付着性ですね。が高い。A、D、で高度が高い。E、温度が高い。ということで、いかがでしょうか。もう一回ちょっと選択肢だけ見ますね。A、凝集性が高い。B、均質性が低い。C、付着性が高い。D、高度が高い。E、温度が高い。 ということで、これね、ちょっと、あの、どうなんですかね。これ、皆さんいかがですか。あ、続々回答が返ってきました。えー、っと、えぇ、ええ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 あ、B がお一人。A。あって、<laughs> あっていうのは A のことですよね、多分ね。はい。<laughs> はい。ということで、えー スペースの方も来てますかねあスペースは来てないかなスペースはちょっと、ね、コメントが見にくいんであれですけども。はい。まあ A の方が多いですね。はい。あ、A。ああではなくて A ですよね。はい。ということで。あ、そうですね。ちょっとこれスペース貼れていなくてすみませんああ。スペースじゃない。ツイッターが貼れていなくて申し訳ないです。あの、多分文字で聞くより目で見た方がね、あの問題わかりやすいと思うんですけれども。はい。これは、正解は。 A です、ね、はい。皆さんおめでとうございます。ほとんどの方正解でしたね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、これね、あの、まあ、なんとなくイメージしていただいたらと思うんですけども、意味わかりますよね。えっと、A は、まあ、 あの、業種性が高いっていうことは、きちっとこうまとまってる、ギュッとなってるっていう、そのパラパラじゃないっていうことですね。で、パラパラなものはね、誤演しやすいんですよね。えー、っと、例えば何でもいいですけど、パラパラもののものって、あの、た、例えば鮭のそぼろみたいなのあるじゃないですか。ああいうのもものすごい誤演のリスクあるじゃないですか。はい、っていう感じで、こう。 キュッと固まってる、まあだからちょっと後からも話しますけれどもねえん下のピラミッドっていうのがあるんですけれどもそれでも、えっと、ゼリーですねゼリーとかあとブース状のものとかですねこういうあのキュッと固まってるものがいいっていうふうに言われていますしあとはあの B ですね B の均質性が低いっていうのはあのよろしくないんですね均一性が高い方がいいって、えっと、その一つのものの中に、えっと、なんかいろんなものが混ざってるっていうのは あの、演技にとってね、よろしくないんで、これ B は間違い。で、あとは C は付着性が高すぎると、それは飲み込みにくいんで、えー、C も間違いですし、あと D ですね、コードが高い。あ、これコードってちょっと、あの、音声ではうまいこと分からないかもしれない。まあ、要は硬いってことですね。えー、で、硬いのは、まあ、当然。 園芸。まあ、これね、園芸と咀嚼くと実は違うんですけれどまあでも硬すぎるのはね、当然演芸によろしくないんで、これ、まあ、噛めなくなってしまいますし、はい。っていうので、D もツで、えー、あと E ですね。い,いあの、皆さん突っ込んでいただいてますけども、えっ、ー、と、温度が高いのはね、あの、虐待なんで、はい。<laughs> これもダメっていうことで、む,むしろね、あの、冷たい方がいいですね。はい。っていう感じで、えー、正解は A。凝種性が高いということで、皆さんほ、ほぼ皆さん正解ですね。はい。 おめでとうございます。で、これですね、あの、ちょっとご紹介しようと思ったのは、また、あの、このアーカイブにはね、貼っておこうと思うんですけれども、日本接触園芸リハビリテーション学会の園芸調整食分類2021っていうのが、あの、出ておりまして、で、えっ、ー、と、まあ、学会分類なんですよね。で、その中で園芸のピラミッドっていうのがあるんですね。これをね、ぜひ、あの、知っておいていただけたらな、というふうに思います。で、その中で、まあ、今回取り上げた、 えっと、その、凝集性とかですね、均一性とか、あと、硬さとかですね。はい。そういうのが出てきますし、あとは、えっと、この3つに関してはですね、この基準が、えっと、どこだったかなちょっと待ちくださいね <laughs>。えっと、そうそうそう。硬さと付着、あ、失礼しました。硬さと付着性と凝集性ですね。はい。これが、えっと、特別用途食品、かっこ、園芸困難者用食品。 企画基準なるものがございまして、えっ、ー、と、これはですね、2009年に厚生労働省が策定したものらしいんですけども、はい、そのうちのその3つ、まあ今回取り上げたその硬さと付着性と強集性に関してはですね、許可基準1、2、3っていうのがあって、これちょっとね、僕単位とか、なんかニュートンパー平方メーターとか、ジュールパー立方メーターとかね、ちょっとこの辺の <laughs> どういう単位なのかちょっとよくわからないんですけれども、はい、なんですけども、 えっと、この辺の、ね、基準も厚生労働省の基準でも起きられていたりするらしいので、はい、これあの、後からご覧いただけたらというふうに思います。まあ、いずれにしてもですねその、やっぱり飲み込みが悪い方に関してですね、普通の食事をしてたら、まあ、確実に誤炎再発するんで、えっと、例えば水分とかに関してもとろみ、まあ、とろみといっても、ね、とろみの段階もありますけれども、まあ、とろみをつけるとかですね、あとは、まあ、食事内容に関しても工夫しながら食事していただくことで誤炎、まあの予防につながるということもあるので、まあ、その辺を、ね 知っていただきたいなというふうに思って今回取り上げさせていただきました。はい、ということで正解の皆さんおめでとうございます。はい、ということで、えー、今日も幸せな一日でありますように、ホワイトは内海の竹でした。興味津々。